はい、できました。豚と鶏とタコといろんなものの、さっぱり炒め。で、サラダ、金時草と、オクラの、酢の物。で、水なす大根、大根葉のぬか漬け。それとね、お味噌汁はね、今日はね、人参と、あれ、オクラ。それとお麩が入ったお味噌汁です。食べましょう。では、いただきます。なんか味付けてる？火が向けてる？いつも塩やん。塩より、今いけるな。ナス、ナスビ美味しい。やっぱりね、お野菜が美味しい。お肉を探して食べてくれるな。アボカド食べ。アボカド味は染みてない。美味しいわ。今日味噌汁どう？答えない。味噌汁いけてる？いけてるよ。だし、煮干しとって言うとそうだからな。煮干しと鰹節と。無添加のいろんな。なんとか節が入ってるパックと煮干し使ってるから美味しいやつ。なんか野菜が食べたくてさ、なんかオクラとかが好きなんですよ。みんなでオクラ好き事故であんまり嫌いではなかったけど、わざわざ凍ってまで食べようと甘いんだけど、毎日送らなかったらいいな気がする。何かね、今日茹でたやつ全部使ってない。食べへんの？おかわりあんだよ。塩とオリーブオイルと酢、合うわ。美味しいわ。野菜しか食べてへんの？タウリンたっぷりタコの焼きタコ、ナスビの漬物。おいしい。なす味しみてるわ。
うん、美味しいね。ピーマンも美味しいし、玉ねぎも美味しい。妙に野菜が美味しいわ最近。金時草。金時草は飲むのが美味しい気するね。大根ば。美味しい。うん。ぬか漬けいいね。やっぱ夏はぬか漬けいいね。ちょっと冬もぬか漬けいいね。いいね。あっちゃん、塩分摂取量を聞いたら、私は目ん玉飛び出すかからんぐらい、すごい量取ってると思うね。健康で。うん、野菜ばっかりやね。別にベジタリアンだったわけでもないね。お肉も食べるんだよ。あんまりね、お肉、お肉って欲しくなくなって、昔はお肉大好きやったんやね。お肉あったら何も、何もいらない。なんで魚やねん、そうってんけど。最近ね、魚が作ると好きや。なくなって野菜が大好きね。ただ、野菜がね、この時期いいのないね。みんな試験になるわけやからな、なかなかいい魚が入ってきてるのかな。でかどうだ。なんかね、だるも今日台風の影だったけど、
美味しかった。山椒汁の味だった。うん、美味しい。あれ、もう1個しか入ってない。2個ずつ入れたの。誰か3個入ってるわ。当たりやもん。2個しか。すごい感じ。もっと硬くて、歯触り悪い。うまく取り出した方がいいよね。カルシウム、吸収のために。美味しかったです。ごちそうさま。ね、あれ、塩水が全然塩味感じひんぐらい。漬物のしょっぱい。もちろん、アグニの塩使ってるから全然問題ないんだけどね。私さ、漬物なんて食塩で漬けてて、でしょっぱいしょっぱいよ。漬物食べて。血圧上がるわ、言いながらでも全部騙されとる。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯はいろんなお肉、余ったお肉をいろいろ足して炒めた、さっぱり炒め、黒酢が美味しいね。ということでね、今日のあちゃんの、晩ご飯をこの辺で終わりしたいと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。ではまたね、バイバイ。今日のあちゃんとの晩ご飯良かったと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。また会います。